お腹が空きました。お腹が空きました。そう、お腹が空いてしまいましたが、いつも空いてる。そう、いつも空いてる。こんにちは。皆さんお仕事中かな。制服の目当たった。おお、今日当落出たんだ。おめでとうございます。ちょっとそうだね、制服の目は7年ぶりってだけな。そう、7年ぶりとかなので緊張しております、きっと。はい、皆さんお待ちしております。こんにちは。あ、そう、カニライクでの非公式チャンネルもあります。お楽しみに。何年前って10周年らしい。10周年。うん、10周年か。こんにちは。もうあんまり記憶がないですけど。でもやっぱりあれだね、体力やばそうだから、はい、今のうちに。そう、記憶ない、本当記憶ない、マジで記憶ない。ユニットは何やるかな、今からなんとかなるか。なんとかなるんですよ、私は。なんとかなるんですよ。こんにちは。お尻に教えてもらおう。そうだね、頑張ります。ありがとうございます。こんにちは。夏休みの宿題を最後にやるタイプじゃないんですよ。じゃないんですよ。意外と真面目にやってました。計画的には多分やれないけど、早めにやろうってのは心がけてました、きっと。はい、
こんにちは。今日はどこに遊びに行くの？秘密です。ね、遊びに行きたいですけど、今日はおしゆきに会うよん。遊びに行くわけじゃないけど。遊びに行くわけじゃないけど。なんか目がうるうるしてる。光の加減。押し雪じゃない、押し雪ね。押し雪。すごい。制服の目当たったっていう方がコメント欄に多くて嬉しい。楽しみです。こんにちは。唇リップ何も塗ってないからあれなんですけど、こんにちは。制服の目の見どころ、見どころはもうなんかあれじゃない、私的に思うのは制服の目ってすごくがむしゃらさというか、 SKE の全力が伝わる特に公演だなと思うので、てかめっちゃ体力使う、汗かくし。そう、あ、そうだから詩人のジャンプだったりなんか細かい動きに注目です。勝手に。こんにちは。見どころは私、まあそう言いたいところですけど、みんなですね。それは見どころは全員です。おしりんじゃないんだ、おしりんも含めみんなですよ。もちろんです、おしりんさんを含めですから。そう、制服のね、そうだね、なんかまあ基本その研究生の子が出ててやってたので、全員正規ってのは結構久しぶりなんじゃないかな。そうだよね。余裕はないよ。余裕がなさすぎます。シャッフルもあるのでね、今余裕がないです。ないですとか言って、てかもう私も終わってしまうのでね。そう、一日を大事にして。そう、いや、まだもうまだってか、もう2ヶ月しかないので一日を大切にしないとですね。いや、2ヶ月ってすぐなんよ。お年玉の準備は私じゃないですよ。私じゃないですよ。シャッフルのレッスンというか基本自分で覚えなきゃいけないので、シャッフルは
ケツの年玉担当は誰になるのかな。ね、おしんさんはおしんさんがね、おしんさんが卒業されてしまうので、こんにちは。おしりんさんに指名してもらうか、誰かな。でもすぐね、おしりんさんの次が冬ピっていうね。お尻に先払いしてもらうって、まあ皆さんお金は大事ですからね。めっちゃ良い人、めっちゃなんかも言うけど、お金は大事ですからね。うんうん。そうです、今金欠なんですよ。そう、 iPhone 買ったし。そう、まあどうなるかはお楽しみにということで。ごめんなさい。どうなるかはお楽しみにですね。こんにちは。下水すごいね。全然違います、本当に。こんにちは。インカメの画質がいいんだね。じゃあこの内カメがね、前回の、逆に前回の iPhone はどんな風に見えてたんやろうと思って、なんかたまに画質悪いみたいな、まあ、それは電波なのかな。ね、そうね。すごい、みんないいっていう。そう、まあでも iPhone は使えるだけ使って、はい、私みたいにあれがね、ちょっと限界が来たら変えるのがベストですね。はい、お、出ました、959です。ありがとうございます。皆さん今日も見てくれてありがとうございました。はい、皆さんこの後もね、お仕事頑張ってください。見てくれてありがとう。またねー。